はい、ご覧いただきありがとうございます。で、このビデオではですね、とりあえずルワックのね、皆さんいろいろご協力いただいててね、で、ルワックだけじゃないんですよ、植林のね、土地も、まあ、もちろん同じところでやってるんで、で、じゃあどこなんやということなんですよね。で、それについて、地図上でね、皆さん、これちょっと Google Earth なんですけどね、はい、地図でちょっと皆さんね、座標を皆さんお送りするとかじゃなくて、地図でもこの辺よっていうのね、ここよっていうのをピンポイントで、お見せしたいと思います。で、要はね、その前にいろいろちょっと多少のね、ルワクマメの、簡単なコーヒーでの知識と言いますかね、多少その辺を軽くちょっとさらっとお伝えしたいんですけど、全世界でね、およそ1000万ヘクタールの土地でね、栽培されてるんですよ。で、当然そのコーヒーベルトというところがあってね、それ以外ではコーヒーはもうほとんど育たない、条件にもよりますけどね、ほとんど育たないということなんですよね。で、コーヒーの木はね、おおよそ150億本っていう、ところなんですけどね、150億本っていうのが、世界中にあるということなんですよね。で、大体、今ね、南米の方でももちろんいろいろあるんですけど、スマトラの州に、限って言えばね、簡単にはアラビカ州、アラビカ州のティピカの中のね、昔の言い方で言うたら突然変異出てきた、いわゆるマンデリンっていう州が基本的にはスマトラの、豆の種類なんですが、これね、マンデリンをそのまま、突然変異でできたマンデリンをずっとそれを、品種改良せずに植えてるということではないんですよね。マンデリンってね、やっぱ病害に、基本的に弱いんですよ。で、それを品種改良していきながらね、インドネシアの中で、この環境に応じた、品種改良をね、していったということなんですけどね。トラジャと並んでね、世界でもね、もうほんまに超高級な有名な、種なんですよ。で、あくまでこれ豆の話なので、まだね、ジャコネコには触れてませんけど、でね、マンデリンでもね、ある程度地域で、いろいろ、何ですか、ブランドっていうものがね、ありまして、マンデリンの中でもね。でね、トバコの近辺でも、ね、トバコの近辺はね、もう要は世界一のね、カルデラ湖、いわゆるね、火山でできたね、壺みたいなね、湖なんですけどね。でね、そこに、マンデリントバコっていうのがあるんですけどね、そこはね、標高が非常に高いです。1800メートルか1900メートルぐらいのね、2000メートルね、2000メートル弱ぐらいのところで、高原地帯なんですけどね。で、それぐらい高いんで、基本的にはね、やりやすいっていうか、そこら全部手作業ですよね。で、トバコ自体の、農園は、ちょっとめ、直撃に行ったことはないんですけどね。で、要は、
コーヒー豆、まあ学名で言えばね、ルビアカネ、コフィア、アラビカでマデリンっていうことなんですけどね。まあアラビカ樹種の、アラビカ樹木の、種子ね、いわゆる。でね、もともとはね、アラビカ自体はね、高温多湿にね、弱いんですけどね。はい。もともとなんで高温多湿に弱いのに、そのとこでき、できたかなという話なんですけど、まあ、品種管理改良によってね、で、標高の高い地域が、いわゆるいいのはね、やっぱりそういうところにもあるんですよ。はい。でね、特徴としては、まあこれは生産国はね、インドネシアなんですけど、もちろんね、苦味とね、コクがね、非常にしっかりしてる。でね、個人的には僕は苦味がね、非常に好きなので、コクもね、しっかりしてます。これもね、コーヒーの出し方によるので、一概にはね、言えないですけど、同じ出し方をすればそうやっていうことですね。はい、で、酸味はね、ちょっと基本的には控えめです。で、まあ、ボディの強さと、あと、まあ、ハーブやシナモンみたいな感じのね、まあ、上品な風味っていう、基本的な、解説はあるんですけどね。僕はあんまりそうは、失礼、思わないんですけど、何せ苦味とコクで芳醇な香りで、もちろん口元に持っていかなくても日本ですけど、口元に持っていくとね、もう何とも言えない芳醇というか匂いがね重なり合って濃いっていうような感じを受けます。はい。でまあおおよそ地球的環境はね、さらっと言います。主要産地はね、まあ、大体北緯、おおよそですよ。25度からか内25度の中に、コーヒーベルト地帯というのがあります。で、そこでね、どこでも可能というわけじゃないんですよ。その地域ならね。やっぱり気候やね、地質とかね、まあ、基本的には商業生産ね。うちは商業生産というよりかは、個人生産なんでね、まあもちろん商業なんですけど、ある程度取れればっていうところですよね。それとまあコーヒーの苗自体もそうなんですけど、やっぱり蛇行猫がいないとダメなんでね、いわゆるパームシュペットね、それぞれがいないとダメなので、で、地域的条件ね、いわゆるその、この中にでも、標高とかにあるね、地域的な条件にしては、まあ、スマトラ島北部のね、山岳地帯にあります。はい。うちの土地はね。で、北スマトラ州は特に全体的に標高が高くてね、まあ、雨季と乾季ももちろんあるんですけど、まあね、その中でもね、シナブンやシュバヤクって言ってね、まあ、活火山のね、周辺土壌ね、いわゆる、まあ、芳醇なね、土壌で、有機質豊富でね、で、水はけが良くてね、で、高標高なんで、昼夜のね、寒暖差がね、下手すれば15度近くになるんですよ。で、それでね、熟成された非常に、なんていうんですか、芳醇な、まあ、香りといいますかね、豆自体がなってる状態で熟成して香りはしませんけどね、はい。そこの要は、赤くしっかり、熟成された実を狙って、天然のね、向こうでいう、まあ、ジャコンで向こうではマングースって言いますけどね、マングースがね、一般的なこう言い方ね、マングースがこう選んで食べて、で、その選ぶのも、健康なね、野生のね、あくまで健康な野生のマングースが、私はこれが食べたいっていう、その品種をの熟した部分だけを食べて、でその糞から、取ったということが必須条件なので、豆の品種だけでもダメなんですよ。で、今ね調査入れてるのはこれ大きくは言ってないですけど、要はジャコネコジャコネコ言ってますよね。そのまあまあ向こうで言う言い方で言うマングース、どっちでもいいんですけどね。
あのね、要はどういう種類、マングースでもどういう種類がいるので、種類によって実際どんだけ変わるのかいうのはね、これ正直調べようがないんですけど、っていうのはね、種類が、何種類かもしいたとしましょうね、ジャコネコの種類が、ね、多分1種類、多くでも2種類ぐらいだと思うんですけど、ただどっちの種類が食べたということになってくると、これね、DNA 鑑定線でわからないようになってくるんですよね。ですので、これ現実的ではないんですが、基本的にはね、やっぱりあのそのマングースのね、ジャコネコの種類が、どんな種類なのか、1種類なのか、おおよそ何匹ぐらいいるのかいうのはね、できる限り、把握するように、まあ、苗がね、たくさんなった暁にはね、それも、調べようと思ってます。もう徹底的に全部調べます。で、それを調べたところでっていう話にもなるんですけど、調べてね、で、こういうジャコネコから取れてますっていうのをね、せやね、まだね、苗がワンワンとこう育ってないので、後々それをやっていこうと思います。でね、マングースのね、その、生息環境、これも重要でね、で、コーヒー苗にこう登ってるいうわけじゃなくてね、コーヒー苗も大きくはなるんですけど、近くにね、やっぱり大木があるのが理想ですよね。はい、で、あの木に登ったりもちろんするんですけど、その中でもね、インドネシア語でね、まあ、これ学名じゃないですけどね、ブリギンっていうね、木があるんですけど、この木はね、アチェでも皆さん動画の中でも、見ていただいたと思うんですけど、細い木が、いくつもわーっと並んでるよね。要はあの上からね、こうつるみたいなのが垂れてきて、それがまた下に到達して根が生えるっていうような、そんな木がね、大木があります、うちの土地の中にね。はい、ほんでこのブリキンがね、まさにね、マンゴースの最高の、隠れ家になるんです。これがね、大きいのがたまたまあります。これはあの画像にもね、皆さん見ていただいてると思うんでね。で、ジャコネコのね、種類に関しても、まあ、たくさんあるんですけどもね、まあ、パームシベット族、パームシベット族ですね。はい、多分ね、族としてはね、これね、パームシベット赤とパームシベット族と、ジャコウネコ族があります。でね、多分です。これは、確認してないので、分かりませんけど、パームシベット族の、一応マングースになると、思われます。で、あと生物学的要素なんですけどね、ルアックはね、ルアック豆はね、あくまでマングースがね、食して消化器官の中でね、生物分解をしてね、で、採取されるということですね。で、もちろん消化器官の中にはね、人間でもそうですけども、マングースでも酵母と考えられるものが存在してね、で、それが、有機物をね、吸収して、で、栄養を、まあ、分解、吸収するんですよね。で、その腸と一緒に栄養を、分解吸収してね。で、酵母の中にはね、基本的には酵母というのは微生物です。で、微生物がもちろんそれ分解するんですけど、その中にね、酵素というものがあります。その直撃に分解するのはやっぱりその酵素ですよね。微生物が酵素を持っています。はい、で、その酵素がね、存在してね、まあ、実際ではその、酵素がね、基質、いわゆる酵素が餌とするものを、分解していくんですよ。それが有機物を分解することなので、でその過程においてね、やっぱ反応速度というのがあるんですよ。これ細かく、掘り下げてます。酵素の反応速度というのがあってね。で、これはね、温度や pH によっても変わるんですよ。で、ここが味噌なんですよね。で、当然、豆の、標高の高いところなので寒暖差があるんですけども、やつらのその体内がやっぱり哺乳類なので、外気温にはあまり左右されず、体の中の、臓器の体温ね、いわゆる臓器体温といいますかね、
はい、そこがねある程度やっぱり一定なんですよね、人間と一緒でね。調子悪くなったらね、やっぱりちょっと温度が下がったり上がったりしますよね。でこれもあまり良くないんですよ。で、あと pH、 pH というのはやっぱりあのストレスがかかるとね、酸性に傾きます、体内がね。体内は基本的にアルカリ性なんですよ。で奴らの中もアルカリ性に保てる方がいい、弱アルカリ性で、それが pH、 要はストレスがかかることによって pH がね下がっていくということなんですよね、はい。例えば、8.0 に、維持されてるのがね、7.0、6.5、6ということで酸性に固めていく。そうなってくると今のその細かく掘り下げた中の酵素、いわゆる酵母の中の酵素が、分解のね反応速度が、遅くなってきたりね。で遅くなるということとプラス、反応が鈍くなってくるということにもつながりますので、良い、コーヒーが得られないという結果になります。だからあの檻の中の、ジャコネコ、いわゆるマングースはね、そんなもん食べさせてたらダメだっていうことが、そういうところなんですよ、はい。そこをね皆さん、ぜひ、ある程度さっと、知っていただいて、さっと言いながらたくさん喋りましたけどね、この画面を見ていただきたいと思います。やっと画面なんですけどね、はい。で、これスマトラ島です、はい。北スマトラ州です。で、デリスルダン、カブパテンデリスルダンですね。スマトラ島のプロビンシ、スマトラウタラの、中の、はい、プロビンシスマトラウタラです。トバコが、ちょっと下にありますね。で上にちょっとメダンっていうのが皆さん見えてると思うんですけど、それの、アイナガぐらいですね、こうね、はい。ここがメダンですね、はい。でこの下がもうトバコになってます。でね、シナボンがこれです。シナボンこれです。で、しばやくいうのがここです、はい。で、これずっとどん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 、皆さんいつもあのブラッサギブラッサギ言ってる兵庫からね、ブラッサギ言ったらここです、この町ですね、はい。ここのホテルに行くこともあります。で、この周りはね、もうあのこれも原生林ですね、当然ね。で、やっぱり標高の高いところ部分ね、伐採されてます。で、その中にあるんですけどね、これどんどん大きくしていきますね、はい。しばやくが、この、この辺りだかな、ちょっと今ちょっと動かすとねこれがずれちゃうんで、はい。しばやくさんがね確か、しばやくさんこれか、はい。西側言ってましたけどね、もうおよそこの辺ですね。でこれがどん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 、はい。でね、この細く見えてるのがこれがね、まあ、どれぐらい 広い道路なんか分からませんけど、一応道があります、はい。このね、道路、幹線道路ではもちろんないんですけど、この道路の近くにも非常に大事なとこなんですよ、実はね。一応商売としてやる。で、ここです、ルワックって書いてありますね、はい。皆さんちょっとね、見てもらったらね、これは2020年の更新で Google のね、あのうわっと思うかもしれませんけど、はい。この辺もそうですね。で、この辺も全部原生林です。少しだけちょっと離れてますね、はい。で、ひっつきすぎ出たらダメです。ひっつきすぎ出たらダメなんですよ、っていうのはね、日当たりある程度、この標高で良好っていうのでないとダメなんですよね。で、およそね、ここっていうわけじゃないです。2ヘクタールなんでおおよそこれぐらいです。これぐらいあります、はい。で、ここがかかってきてます、はい。ですんで皆さんね、ここね、でちょっとまだここ離れてるでしょ、はい。でこちら向きにあれしていきます。で次買うときはこっち側でもいいんですけど、こっち側でもね、よくよく考えないと、これね、崖崩れ、あの山崩れになると畑が全部ダメになりますんでいろいろ考えて、で、こっち側向きにしました。でここらはね、まあ、太陽が基本的には上から来るんで、それほどその、何、南向くとか、そんなことは気にする必要ないんですけど、この辺の辺りを守りながら、次、第一発目はね、やっぱりね、コーヒー、植林もそうですし、コーヒー重視にやっぱりしないと、維持っていうことを考えると、やっぱり
植林とかね、残すことを、大前提の主体に考えて土地を選ぶと失敗しますんで、一応ここですね。こういう状況です、皆さん。ここね。こんな感じですね。はい。で、どしどし、買っていったらいいんですよ。こっち側はね、ちょっとやばいんですよ。ずるずりと来ちゃった。ほんで、皆さん言ってたんですけど、ここで10日をこっち側向けにするとね、こっち側の、あれが飛んできますし、ね、もっと、はい、こっち側向けるね、こっち側からも飛んできます。こっち側はそこそこ距離ありますけどね。で、大方、ここでね、何メーターぐらいかな。ここで1371メーター。Google のね、Google Earth の、コードで1371メーターで出てます。おお、多分ね、1500メーターぐらいあると思うんですよ。はい。まあ、これぐらいあればね、十分、コーヒーにはあります。で、この周りで全部わーっといっぱいあるんですけど、この一区画一区画、誰かの持ち物いるわけじゃないです。ここをガバッとまとめてます。ほとんどこれ、コーヒー園です。ここはね。まあ、こっち側から入ってきたり、こっち側からでも入ってきたりするんですけど、皆さん、ちょっとこれお分かりでしょうか。ここね、はい、グヌンシバヤクって書いてありますね。これ綺麗でしょ。はい、グヌンシバヤク。これシバヤクです。シバヤクさん。硫黄もね、取れますよ。ほんまのこっち側ですね。で、皆さんね、有名な、シバヤクより多分有名やと思うんですが、シナブン、これです。はい、シナブンさんって書いてありますね。シナブンさんがこれです。シバヤクはの方が近いですよ、もちろんね。シナブンとの間ですね。で、シバヤクにより近いと。で、ここが、盆地になってます。はい。非常にいい条件のところなんですよね、実は。で、これ上からざっと見てください。原生林が森林が濃いですね。はい。非常にね、いい立地の条件なんですよ。で、ぜひね、ここで、いいコーヒーをね、はい。もうインドネシア一じゃなくて、世界一のね、ルアコーヒーをね、育てられるように、徹底的にね、僕も勉強して、ルアコーヒー専門です。超専門家にね、ちょっとなっていきますんで。これどうです、いい感じでしょ。ここがね、へこんでるんですよね、盆地になってね。はい、非常にいい状態です。ただね、ここがね、噴火するとね、ここも真っ白になりますから、これもそれも難儀な話なんですけど、ね、ということです。ちょっと長くなったんですけどね。はい、北スマトラ州の、ルアック農園、これから頑張って、ものにしていきますので、ね、で、植林というのをね、広げていかないとダメです。2ヘクタール程度ではね、ダメなんで、どん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 広げていこうと思います。で、向こうの人らに、しっかり仕事をしてもらって、で、しっかり、収入が取れて、で、みんなが笑えて、で、自然も、残していけて、僕らも、笑えればね、もう、これ以上に言うことないですよね。はい。争いもなくなりますしね、みんなが笑いながらね、頑張るな頑張るな言えるようなね、そういう世の中というか、そういうせめて小さいですけど、そういうグループにしたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。